おはようございます。令和2年の6月10、今日は7日ですかね、木曜日になっております。で、時間がね、8時20分です。で、先ほどそうですね、8時ちょっと前にお電話をいただきまして、近所の壁がどうも倒れそうだから、危険だからちょっと見に行ってくれということでご連絡いただいたんですよ。まあ見に行くことぐらいはできますね。見に行ったんですけども、確かにね、壁が剥離してるんですよね。ただこれが危険そうに見えるから危険なのか、それとも剥離はしてるけども取り立てて危険はないからそのままにしてるのかっていうふうな客観的なエビデンスがないと、この家主さんに交渉するときもいまいち弱いんですよね。例えば家主さんが、いやこれはね大丈夫なんだよと、こう建物のね、家屋、土地家屋診断士がこれ剥離してるけども震度4とか5の地震が来ない限りは倒れないからみたいなこと言われてて、とりあえず放置してるのかもしれませんし、ただ見た目の通りにね、明日にでも崩れるのかもしれないんで、これは危険度を客観的なデータと数字で、もしくは権威のある方のね、証明入りで迫っていかないと、多分今まで何年も交渉に失敗してきてるところを鑑みると、結構難しいんじゃないかなと。場合によっては、強制執行をね、お願いしないといけないのかなと思ってます。まあ、いきなり物々しいんですけども、これが今日見つかった事件ならいいんですけども、何年も前からずっと棚上げにしていて、で私のところに今回ってきたってことなんで、かなり蓄積されたものかなと思うんですよ。で、家主さんの気持ちになってみると、家主さんは何回も何回もこんなこと言われて不愉快だからもう知らないわってなってるかもしれませんし、そもそも家に住んでないんで、そのリアリティがないんですよ。現実味がないと言いますかね。どっか遠くにお住まいになってると思いますから、日々壁を見てる人は怖いんですけども、日々壁のことなんて塀ですかね、もう意識ないんで、危ない危ないよって言われても、そもそも家主さんが見に来ないっていうね、気にもかけてないっていうケースも考えられるんですよね。その辺の情報不足なんで、ちょっと地域の方にもいろいろとお話を聞かないといけないんじゃないかなと思いますけども、まあ今までの経緯を想像すると、やっても無駄かなと思います、はっきり言ってというのがね、今見つかった問題ならいいんですけども、今まで熱心に対処してくださった方が何年にもわたっているのにこの状況っていうことは、私なんかがいきなりひょっこり言ってもね、まあ一周されて終わりなんじゃないかなというところもあって、ともすればね、ええかげんせえみたいな感じで怒鳴られて、私は個人的に恨まれるんじゃないかなみたいなこともありますね。まあそういうふうに個人的に恨まれるのが怖いから今まで強行に出た人がいないとも言えるんで、ちょっとね、勝負してこようかと思います。それではおはようございます。旭川町内会の久保です。今日はね、ご連絡いただきまして、ちょっと崩れそうで危険な壁があるということなんで現場に来たんですよ。撮影に残していいものかどうなのか迷うんですけども、あ、こちらですね、今空き家になってるんですけども、セメントが剥げて確かに剥がれてはいるんですけども、実はさっきね、いろいろとこう見てみたんですけども、倒れるのかどうか、そのいわゆるね、倒れそうで危険っていう風に見えるんですけども、建築基準的にこれはどのぐらいの強度を保ってるのかってことをね、家主さんに説明しないといけないですよね。で、これ多分家主さんが大丈夫なんだよって言えば、もう強制的に修理もできませんし、困ったもんだなと思うところでございます。壁のサイズ測ってみたんですけども、このままこういう風に、ね、放物線を描いて倒れる時にかなりね、土部際ギリギリに立っていないと危険はないかと思いますけども、飛散して飛び散る場合がありますんでね、やっぱり危険なことには変わりないかなと。今登校、それから通学通勤の時間帯ですけども、ちょうどただまあ人通りはないことはないんですよ。ただだからといってね、放置していいもんかどうかは何とも言えないところなんで、ことを進めていこうかと思いますけども、さあでもどうしたもんですかね。これ他の人の所有物であってね、私が勝手に修理できないですし、行政執行という形になるような気がしますんで、福山市の方に問い合わせてみます。はい、では今日の結論でございますけども、この壁の問題はですね、このまま放置しても経年劣化で、いいことがないので、まあ、基本的にはね、取り壊して終わりというのが最良の手段だと思います。ただこれは他の人の財産なんで、私たちは当然手が出せませんということで、福山市もしくはね、東部市民センターの地域振興課というところに相談するのが最良の手段だと思います。そちらの方で壁の強度ですとかね、危険度とかっていうのを客観的に判断して、
場合によっては所有者の方に掛け合ってくださるのかな。それで許可を取って、で取り壊す手段を取るか、また別の方法を取るかってことになると思います。でこれからね、この空き家問題っていうのはかなり、広範囲にわたって問題が出てくると思うんですよ。いろんなところで空き家問題が起きると思います。でいろんな土地をね開発して新築で安く売るけども、既存の空き家には全く手をつけないっていう形で、町っていうのはね、膨張を続けてますんで、今のうちにこういう場合はこういう対処、ああいう場合はそういう対処っていうふうに Q&A を積み上げていかないと、どんどん問題先送りにしていって、結局5年後10年後は手が出せないってことになっちゃいますから、まあ、生きた問題、今起きた問題はね、今のうちに対処しておくってことをやっていこうかなと思います。次の世代に月を残さないっていう意味でも、気づいた問題をどんどん処理していきたいと思うんで、これからもいろいろとね、お知らせ、それからご協力くださいませ。で、以上です。